マラガムワディランタ・ランジュラ・バンダーラは、スリランカのレーシングドライバー。スリランカの北西部州、クルネー柄県のクルネー柄で生まれる。16歳の時にバイクレースを始める。その後レースで知り合った、日本人ドライバーの勧めで1985年に来日し、1987年から日本でバイクレースに参戦する。 1989年には四輪レースに転校し、ジムラッセルレーシングスクールにも留学する。その後もツーリングカーを中心に実績を積み、1995年には N1 対9でクラス優勝を果たす。マカオグランプリその後前日本 F3 選手権への参戦を経て、1997年からフォーミュラ日本初のアジア人ドライバーとして、 SRI ロンカウィズチームリージェンからシリーズ参戦した。1998年には名門ステラインターナショナルに赤し参戦した。1999年からは全日本 GT 選手権に舞台を移し GT 300クラスにチーム対サンジュニアウィズアドボンから参戦した。2000年には GT 500クラスにステップアップし自らのチームチームスレルアンカから ランボルギーニカウンタックのレプリカモデル RGS ミラージュ GT-1 で参戦し2001年まで参戦した2001年8月29日自ら経営する自動車輸出会社で不法残留中であることを知りながらスリランカ人2名を就労させた疑いで入管難民法違反により逮捕されたその後もデートな24時間レースバサースト1000 ポルシェカレラカップアジア選手権、GT アジア選手権など様々なレースに参戦し、数々の優勝、入賞を果たす。現在はスリランカに拠点を移し、GT アジア選手権やランボルギーにスーパートロフェを、アジア選手権を中心に様々な国際レースに参戦している。レーシングオンナンバー348ニューズ出版2001年 P86 ありがとうございます。